どうも、今日は前回外せなかったこのスピーカーを外します。これリベットでついてるんですけど、今日はこの電動ドリルをなんとか借りましてやっております。これをただにウィーンと回せば外れるんですけど、何ですかね。こうやってまず頭が取れるんで、これをこうですね、残りをまたさらに削っていきます。で、なんとか取れました。ガバッと。こんなスピーカーですね。こんな感じです。そしたらスピーカー取り付けます。これが今回使うスピーカーです。こっちか。スピーカーはアルパインのスピーカーです。で、これをつけるのに必要なのがこれですね。こういうやつ。で、これがスピーカーの比較です。左についてたのが標準でついてたやつ、こっちがこれから取り付けるやつ。大きいですね。まあ、裏はこんなんですけど、磁石は大きいですね。これ取り付けます。で、こんな感じで、バッフルボードってやつを取り付けます。まあスピーカーのサイズがですね、元の音全然違うので、まあこんな感じの取り付けていきます。
まあ、こんな感じですね、締めていきましょう。グッグッと。そしたらスピーカーを取り付けます。そしたらスピーカーをつけます。これでひとまず完成です。そしたらテストしましょう。無事に鳴ってるみたいですね。今日関東地方各地昨日と同じくらい24度前後のところが。そしたらパネルを戻していきます。パネルを戻すときはこのワイヤーを、ちょっと見えないですけど、こうやって映ってるかな。こうか。でこのドアのこういう感じです。見えますか。そしたらこのパネルも、パネル、エアコンパネルじゃないな、ウィンドウのカプラーもつけます。でそしたらこれを乗せて、このパネルからちゃんとカップラー出しておいてくださいね。後からやると取れなくなっちゃうんで。そしたらもうあとは、これで着きました。あとはネジを止めていくだけになります。でついでにじゃあこれもやるか。これがパネルかな。パネル、着きました。ネジもつけて、
ついてくれ。ついて。なんでつかない。行きますね。そしたらカバーをつけましょう。片手でやると大変だ。最後にここのカバーしまって、はい、これでドアスピーカー交換終了しました。疲れた。まあドリルが結構大変でしたね。手際が悪いんで、まあこんな感じでスピーカー交換終わりました。あとはここのスピーカー変えて終了となります。これ次回やります。それでは次回までよろしくお願いします。ああ、取り付け完了って思ったらですね、こちらのネジ、間違えて付けてました。はあ。というわけで、もう一回取り外しましょう。せっかくだから、外す様子も映します。外してると外すの全然難しくないなって思いますね。全然映ってないですけど、またこの画面です今度はちゃんとつけますよ。で、正しいネジも取り付けました。これで本当に終了です。最後までありがとうございました。